シカゴ日本映画コレクティブをご覧の皆さん、こんにちは。ゼロ A の監督、伊藤隆です。この度はご招待いただき、大変嬉しく思っております。この作品は、どちらかというと、ホラーに属する作品かと思われます。今まで、日本の観客の感想の中で、とても怖かったというものが多かったせいですね。この作品では数人の登場人物たちの奇妙な行動が描かれているわけですが、生きているのか死んでいるのかよくわからない人たち、幽霊のように描かれているっていうのが怖さを生んでいる原因なのかなというふうにも思っています。私は長年存在と不在、現実と虚構といった、間の境界線をですね、はっきり描かないということをテーマに、作品を作り続けています。その不安定さ、その境界が曖昧であるということによって生まれる不安定さ、不安感、そういったものを、描きたいと思っているわけですね。この作品もしかりです。そのような私の意図は、さておきまして、予測不能な展開、非常に不穏な映像世界をですね、ドキドキしながら楽しんでいただければと思います。では上映をどうぞ。